皆さんどうも、こんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹火です。それでは早速。 本日のお品書きは次の通りです。一言で、リンパの流れが滞って、腎臓が詰まると、体中の組織がぶっ壊れて、地獄レベルに大変なことになりますということについて、二言で、腎臓の老廃物を流したけりやどんなに忙しくても、一日二分寝たまま、リンパ内臓洗浄で、ヘドロをドバドバ出しなさいということについて、三言で、死ぬまで認知症にならず歩きたいなら、何が何でも これを飲んで詰まったリンパの汚れをガンガン流せということを解説していきたいと思いますそれでは早速一元のリンパの流れが滞って腎臓が詰まると体中の組織がぶっ壊れて地獄レベルに大変なことになりますという重要なテーマから解説をスタートして参りましょうかさてこの動画の最初となる一元ではリンパの流れが滞りリンパ管が詰まってしまった人の地獄すぎる末路について 合計3つご紹介していきたいと思いますまず一つ目に紹介したい地獄すぎる末路は腎臓のフィルターが目詰まりして体中がヘドロまみれになってしまうという末路でございますさて皆さんリンパという言葉を聞いたことがあるでしょうか 風邪をひいて、リンパ節が腫れちゃったよとか、リンパマッサージなどといった言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。ですが実際にね、リンパというのは何ぞやと、リンパについて詳しく知っている人は少ないと思います。中には、リンパというのは東洋医学の名神であると考えている人もいるぐらい、リンパというのはマイナーな構造になっています。ですがそんなマイナーなリンパは、は 結と同じぐらい重要な役割があるので、絶対にリンパの知識は身につけておいてほしいです。さて、私たちの体にはですよ、大きく分けて3つの管があるんです。一つ目は、血管です。血管は、 栄養素や酸素を全身の細胞に運ぶという非常に重要な役割を果たしています。1分間に何度も心臓が脈打っていることからもわかる通りで血液の流れは非常に早くこれが止まると私たち人間は死んでしまいます。そして血管と並んで重要なもう一つの管が消化管でございます。口から肛門に至るまで私たちの体は 一本の管によって貫かれているんです。その都度、部位によって食道や胃、腸などと名前は変わりますが、これらは一本の同じ管なんです。消化管の働きについては、言うまでもなく、食べ物を消化吸収するという作用がございます。また最近では、腸の研究が進むことで、腸が第二の脳と呼ばれたり、人体最大の免疫臓器などと言われるようになりました。 このように消化管は消化吸収だけではなくて私たちの健康にとって欠かせない非常に重要な管なんです。そして3本目が本日の主役であるリンパ管です。リンパ管は先ほどの血管や消化管に比べてはるかにマイナーですよね。ですがリンパ管というのはきちんと体内に存在していて実は血管 肝や消化管に劣らないほど大切な管なんです。血管の中に血液が消化管の中に食べ物が流れるのに対し、リンパ管には主に3つの物質が流れています。その3つとは老廃物、脂質、免疫細胞の3つでございます。これを聞いてね、鋭い人は、ええっと、それって血液と同じじゃないんですかと。 思われた方も多いことでしょう。実はその通りなんです。実は血液とリンパ管は互いに交通していて、物質の交換を行っています。実際に。 血管とリンパ管は左の鎖骨あたりで合流していて、ここでリンパと血液が混ざり合うんです。では、血管とリンパ管は何が違うのか非常に簡単に例えると、血管が上水道だとすれば、リンパは下水道の役割を果たしています。上水道と下水道は交通していて、両者には水や塩素をはじめとした、 似たような物質が流れていますよね。ですが、大まかに、上水道には綺麗な水が、下水道には汚い水が流れています。 血管とリンパ管の関係もこのような上下水道の関係に似ております。血液に含まれる老廃物や脂質は一つ一つが小さくて量もそこまで多くはありません。また、血管内の免疫細胞は風邪をひいた時などのトラブル時には増えますが、通常時には少数の免疫細胞がパトロールをしているだけで炎症を引き起こすほどではありません。 一方で、リンパ管は下水道ですから、老廃物とか脂質でドロドロの状態です。実際に、リンパ液というのは、 コンデンスミルクのようにドロドロで様々な物質で汚れています。そしてこのような汚いリンパ液をろ過して綺麗にするフィルターの役割を果たしているのがリンパ節でございます。リンパ節には大量の免疫細胞が常駐していてリンパ液内の汚れを日夜観察し異物を排除しております。 風邪をひくと、リンパ節がぷっくりと腫れるのはこのためで、リンパ液の中のウイルスなど、大量のね、免疫細胞がやっつけるために、リンパ節が活性化しているわけなんです。このように、老廃物や脂質、そして異物など、様々な物質を処理するリンパ節ですが、一つ非常に大きな問題があるんです。それは、流れが滞りやすいということ。皆さんは、心臓から出た血液が、 体を一周し、また心臓に戻ってくるまでの時間が、だいたいどれぐらいだと思いますかなんとね、わずか30秒でございます。一方で、リンパ管では、末梢のリンパ管から、ゴールである左鎖骨まで、リンパ液が巡るのに、およそ丸1日かかります。リンパ液というのは、これほどまでに流れが遅いわけなんですね。血液の流れと比べたら、めちゃくちゃ遅いですよね。リンパ液は 先ほどの通り、下水道を通るヘドロのようなもので、各リンパ節でろ過されながら、ゆっくりゆっくりと進みます。そのため、これだけの時間がかかるのも無理はないでしょう。しかし、これはあくまで、健康的な人のリンパ液の流れる時間のお話です。実は現代人の多くが、リンパ液の流れが遅くて、リンパの流れが滞ってしまっております。これには、 水分不足、脂質や添加物の取りすぎ、運動不足といった様々な原因がございます。リンパ液も液体ですから、水分のような液体成分が少なければ少ないほど、また脂質や不純物のような固形成分が多ければ多いほど、 ドロドロになり、流れが遅くなってしまいます。現代人は脂質や添加物などを取りすぎで、そのせいでリンパ液の流れが遅くなってしまっているんです。さらにですよ。 運動不足というのもめちゃくちゃ大きな問題です。心臓による強力なポンプ機能がある血液と違って、リンパ液は主に筋肉の収縮が流れを生み出しています。ですが先ほどの通り、リンパ液の終点は左鎖骨の下にございますので、二足歩行の私たち人類は下半身のリンパ液が 血管に戻りづらいんです。おまけにですよ。現代人の多くが悲しいことに運動不足に陥っておりますので、頼みの綱である筋肉の収縮が不足していて、ほとんどリンパが流れないような状態になってしまっているわけです。このように、リンパの流れが滞ることで、老廃物や脂質がリンパ管内に留まり、ヘドロ汚れのように詰まってしまいます。こうして、ヘドロ化したリンパは、 的にどうなってしまうのでしょうか。 私たちの体内では血管とリンパ液とか上下水道のように交通しているのでした。もし下水が詰まってしまったらどうなりますかそうでございます。下水の汚れが上水道に漏れ出してしまうことになるんです。つまり、リンパ管が詰まることで血液に大量の老廃物や脂質が溢れ出てくるんです。こうして汚染された血液は脳や肌などありとあらゆる細胞を発 解しますが中でも最も大きな被害を受けるのが腎臓ですなぜならば腎臓は血液の中の汚れを尿として体の外に出すための体内の最終ゴミ処理場だからでございますリンパ管から汚物が溢れ出した血液はゴミだらけで腎臓のゴミ処理能力を超えてしまいますにもかかわらず頑張り屋の臓器である腎臓さんはそのような血液の流れをろ過しようろ過しよ と頑張りすぎてしまいます。 こうして、いずれ腎臓の機能が低下していき、腎臓がぶっ壊れ、二度と元に戻らなくなってしまいます。腎臓というのは、ネフロンという非常に小さな無数のフィルターによって構成されていますが、このネフロンは一度壊れると二度と再生しません。これは大量の汚れによって、腎臓のフィルターの穴一つ一つが目詰まりしてしまい、二度と開通しないようなイメージです。リンパ管から漏れ出したヘドロのような不純物 や油汚れれがが腎腎臓臓のフィルターに詰ままってて破壊されてしううというわけなんですリンパというと血液よりもマイナーですから多くの人が軽視しがちですがリンパの流れが滞るとこのように非常に重要な問題を引き起こしかねないリンパってめちゃくちゃ大切なんだということに気づいていただければ幸いでございます それでは次二つ目に紹介したい、リンパ液の流れが滞って、リンパ管が詰まってしまった人の地獄すぎる末路は、認知症と肩こりと白髪と慢性疲労で人生が終了してしまうという末路でございます。さて。 リンパ液の流れが滞って、腎臓が老廃物を処理しきれなくなると、ついには全身の細胞にまで毒素が漏れ出してくることになります。私たちの細胞一つ一つは、日々代謝によって様々な疲労物質を生み出しています。筋肉が収縮する際に出るゴミである乳酸などが、その良い例ですよね。こういった細胞のゴミもまた、 本来であれば、リンパに流れて、リンパ節のフィルターで処理され、分解されていきます。 ですが、リンパの流れが滞ることで、そのような疲労物質の除去ができなくなってしまうんです。突然なんですが、皆さんの中に寝ようが、休もうが、もう一向にしつこい疲れが取れないんですと悩んでいらっしゃる方はいませんか多くの場合、疲れが取れない原因としては、睡眠の質が低いせいですが、きちんと睡眠にこだわり、良質な睡眠をとっているにもかかわらず、なぜか疲れ が取れないといとう人はもしかしたらリンパ液の詰まりが原因になっているかもしれません。 リンパ液が詰まって渋滞すると、それ以上疲労物質を流し出すことができなくなってしまいます。こうして疲労物質が細胞にどんどん蓄積し、全然疲れが取れなくなってしまいます。また疲労物質が溜まるのは筋肉だけではありません。リンパ液の流れが滞ると脳神経や血管内皮細胞などありとあらゆる細胞に 不純物が溜まっていきます。脳の神経細胞は日夜働き続けていて、日々ものすごい数の老廃物を放出しています。こうした老廃物の中には、アルツハイマー型認知症の原因となるアミロイドベータというゴミも含まれています。 このアミロイド β は寝ている時に脳脊髄液という洗浄液によって洗い流されるんですがこの脳脊髄液は結局は血液に合流します先ほどのようにリンパ液が滞ってしまえばそれが合流する血液も汚染されてしまうのでしたリンパからヘドロが溢れ出た血液は当然ドロドロになり流れが遅くなりますそうなれば 最終的に血液に合流する脳脊髄液までもが流れづらくなってしまいます。そうなると脳の中にアミロイド β をはじめとする大量のゴミが溜まってしまうことになりますよね。リンパの流れが悪いとこのような白いで頭痛や認知症までもを引き起こしてしまいます。さらにです。私たちの血管は ただの管ではなくて、血管内皮細胞という細胞によって裏打ちされているんです。リンパの流れが滞ると、このような内皮細胞にまで疲労物質が溜まり、血管の健康が損なわれてしまいます。ただでさえヘドロが漏れ出して、ドロドロの血液が流れている血管が、細胞まで汚染されてしまったらどうなるでしょうかもはや血管は、 正常に働くことができなくなり、ところどころで血液の流れが詰まってしまいます。こうして、肩こりや冷え症といった末梢の血流が原因の症状が現れます。肩こりというのは肩の血流が滞ることで起こりますし、冷え症は指などの末端に血液が行き届かないために起きますよね。そしてもちろん、お肌や髪の毛にも影響が出てきます。末梢の血管が詰まって、 お肌や頭皮の細胞に酸素や栄養が行き届かなくなってしまえば当然肌荒れや抜け毛の原因になるんです。また、リンパから漏れ出した老廃物がお肌や頭皮に供給されてしまうことで肌荒れや白髪などを引き起こしてしまうんです。このように上げていくと リリリンパ液がが滞るることにによるデメリットは本当にキリがないほどで今、滞っている人は、やばいと思ってほしいんです。今、挙げただけでも、慢性疲労や頭痛、肩こり、肌荒れなど、どれも非常にメジャーな症状ばかりですよね。多くの人が悩まされている症状だと思います。もし、今一つでも当てはまるものがあれば、それは皆さんの、リンパの流れが滞ってしまっている証拠かもしれません。 方は是非続く2で紹介するリンパを流す方法をぜひ実践してみてほしいと思います。それでは次3つ目に紹介したい。リンパの流れが滞って、リンパ感が詰まってしまった人の地獄すぎる末路は、股関節がコッパじんに粉砕され、二度と歩けない体になるという末路でございます。さて、 リンパの流れが滞ることで歩けなくなるというのは少し意外に感じる人も多いかもしれません。リンパはあくまで老廃物の除去や免疫に関わるものですから足腰には直接関係がなさそうに思われますよね。ですが実は関係大ありなんです。リンパの流れが滞ることで歩けなくなってしまう理由としては不襲によって 関節が曲がらなくなるとか、体重増加によって膝が破壊されるとか、筋肉が動かなくなるといった3つの理由を挙げることができます。特に最も大きな問題となるのが、負腫によって関節が曲がらなくなってしまうという症状になります。皆さんは、リンパ負腫という言葉を聞いたことがあるでしょうか リンパ浮腫というのはその名の通りでリンパが詰まってむくんでしまうことです。リンパ浮腫は乳がんの手術などでリンパ節を切除することで起きるのが有名です。リンパ節を切除することでリンパの流れが止まってしまいそこに溜まったリンパ液がむくみを起こしてしまいます。手術ほどの強烈なリンパ浮腫でないにしても運動不足などによってリンパ液の流れが滞ることで不足が 起きることも珍しくはありませんリンパ浮腫と普通のむくみの大きな違いは必ずしも手足の両側で起きるわけではないことそして痛みを伴わず非常にゆっくり進行するということでございます普通のむくみというのは 血流が滞って、水分が組織に漏れ出すことで起こります。先ほどの通り、血流というのは非常に早いですから、普通のむくみは進行するのも早いですし、逆に改善するのも早いです。 前日の晩ご飯にしょっぱいものを大量に食べたりすると、翌朝、両方の足首がむくんで痛いことがありますよね。ですが、その日一日、きちんと汗を流して塩分を制限すれば、翌日には感知します。このように、急速に進行して、手足の両方に置き、痛みを伴うことがあるのが、普通のむくみの特徴です。一方で、 リンパ浮腫はこれと全く逆で、ゆっくり進行し、痛みを伴わず、時に手足の片方だけで起こります。わずか30秒で、全身を一周する血液と違って、リンパの流れは非常にゆっくりでしたよね。そのため、リンパ浮腫が起きるのもゆっくりで、徐々に徐々に進行していきます。普通のむくびでは、急速に組織が引き伸ばされるため、痛みを伴いますが、リンパ浮腫はゆっくりのため、 ほとんど自覚症状がないんです。また、胸の真ん中の心臓から出て左右の肺に戻ってくる血液循環というのは概ね左右対称ですが、最終的に左の鎖骨に合流するリンパ液は左右で構造がバラバラです。そのため、普通のむくみと違って左右差が出やすいというのもリンパ浮腫の特徴なんです。もしこのようなリンパ浮腫が片方の足で起きてしまったらどうなるでしょうか 実は足というのは非常にたくさんのリンパ節が密集している場所なんですリンパ節は足首や膝裏股の付け根などに密集していて風邪をひくとこういった場所がね痛くなることがありますよねリンパ節が密集するということはそれだけリンパの流れに影響を受けやすい部分だということなんですおまけにリンパは下半身から左の鎖骨に向かって流れるわけですから重力の関係 で足に溜まりやすい性質がありますそのためリンパの流れが滞ると片足がリンパ浮腫でムクムクにむくんでしまうことがあるんです例えば膝裏のリンパ節でむくみが生じた場合むくみのせいでしっかり膝が曲げられなくなってしまいますそうなると当然歩くのが大変になりますよねまた 片足だけがむくむことで歩き方が不自然になり、もう片方の足により大きな負担をかけることになります。しかも問題は、リンパ浮腫は体重増加を伴うということ。 リンパ液というのは大量の老廃物が流れているドロドロの液体ですから非常に重たいという特徴があります。そのためリンパ浮腫というのは普通のむくみよりも体重が増えやすいんです。おまけにリンパの流れが滞って全身の細胞が汚染されると代謝が落ちて脂肪が燃えづらくなります。そのためリンパが詰まっちゃうと脂肪とリンパ液の両方が詰まることで加速度的に 体重が増加していくんですさて、こうして体重が増えた体で、片方の足だけがむくんで、うまく歩けないとどうなるでしょうかそうです。増えた体重がすべてもう片方の膝に負担をかけ、股関節を骨盤微みじんに粉砕してしまうことになります。これはちょっとやばすぎるお話ですよね。むくんでいない方の膝は、たった一 ででですすよ増ええまくくった体重を支えなななてはいけないけになるんですしかもです。しかもそんな片足の膝の周りの筋肉は、リンパの流れが滞ることで、疲労物質が溜まりやすくなり、もはや収縮することもままなりません。本来であれば、関節への負担は、周りの筋肉によって軽減されているんですが、そのような筋肉のクッションすらも、失われてしまっているんです。こうなったらもはや膝 関節がぶっ壊れるるののは時間の問題と言えるでしょうこのような次第で、リンパが滞ることで、関節が破壊され、二度と歩けなくなってしまうという人が、実際のところ大勢いるので注意が必要なんです。このように、きちんと解説されてみると、普段は軽視しがちな、リンパの流れというのがね、いかに大切であるかが、よくご理解いただけたことでしょう。続く二弦でご紹介するエクサ サイズはどれもももリンパをを流すすだけじゃなくくてて足腰全体のの健康にも効くものばかりを厳選していますそのため死ぬまで歩き続けられるピカピカな足腰を手に入れたいという方はぜひこの先も引き続き楽しみながらご覧いただけますと嬉しいですそれではこの辺で一旦一元の内容をまとめておきましょう一元まとめ この一言では、リンパの流れが滞って、リンパ感が詰まってしまった人の地獄すぎる末路について、合計3つ紹介しました。1つ目の末路は、腎臓のフィルターが目詰まりをきたして、体中がヘドロまみれになる。2つ目の末路は、認知症と肩こりと白髪と慢性疲労で、人生が終了してしまう。3つ目の末路は、股関節がコッパじんに粉砕され、二度と歩けない体になるという末路でした。 それでは次2件で、腎臓の老廃物を流したけリアどんなに忙しくても、1日2分寝たまま、リンパ内臓洗浄でヘドロをドバドバ出しなさいということを解説していきます。さて続く2件では、1日2分でできてしまう、神レベルに体が軽くなる、リンパ流しエクササイズについて、厳選して合計3つ紹介していきたいと思います。どれも非常に簡単なものばかりですから、毎日コツコツと取り 入れることでリンパの流れがぐんぐん良くなって体調が劇的に良くなっていくことでしょうそれでは一つ目から紹介していきますまず一つ目に紹介したいリンパ流しエクササイズは内股つぶしでありますさて一元で紹介した通りで心臓によって押し出される血液とは違ってリンパ液は 主に筋肉の収縮によってのみ流れていきます。ですが、毎日野原を走り回っている野生動物とは違って、私たち現代人の運動量では、リンパ液をきちんと流すには、 不十分と言えます。もちろん、その解決法として、毎日運動しまくるというのも一つの方法ですが、忙しすぎる皆さんは、運動ばかりに時間を費やしていられないはずです。そこで重要になるのが、リンパを流すストレッチであります。中でも絶対にやってほしいのが、内股潰しです。一元で述べましたが、私たちの股関節には、大量のリンパ節が存在し、そこでリンパ液が詰まりやすくな なっていますそのように股関節で停滞してしまったリンパ液を流すのがこれから紹介する内股つぶしであります。まずこの絵のように床に座ってあぐらをかきます。そして太ももの内側のピーンと張った部分に肘を当てて体重を乗せてぐーっと押さえていきます。2秒当てたら場所を変え少しずつ足の付け根に位置をずらしていきましょう。一通り片足をマッサージできたら同じようにもう片 片方の足もマッサージしますさてどうでしょうこんなに簡単なエクササイズでみるみる内に固まった股関節がしっかりほぐれていくのが実感できるはずですそれでは次2つ目に紹介したい1日2分でできる神レベルで体が軽くなるリンパ流しエクササイズは太もも伸ばしでありますさて内股つぶしによって股関節がほぐれたらお次にやってほしいのが太もも伸ばしであります やり方もめちゃくちゃ簡単です。まずは先ほどのあぐらの状態から片足だけを体の横に伸ばしてください。そして曲げている方の足に向かってぐーっと と倒れ込んでいきます。これを30秒ほど行い、足を変えて、もう片方の足も同じように行ってください。さて、このエクササイズには2つほど注意点がございます。一つは必ず息を吐きながら行うということ。このエクササイズは股関節がガチガチに硬くなってしまっている人にはちょっときついので痛くてね。息を止めちゃう人がいるんですね。ですが。息を 止めると交感神経が優位になってさらに体が硬くなりリンパが流れにくくなってしまいますそのためゆっくりと息を吐きながらリラックスして 痛くない範囲で無理をせずに行うようにしましょうそしてもう一点背筋を伸ばして行うというのも重要なポイントです曲げた足に体を近づけようとするがあまり背骨を丸めてしまう人がいらっしゃいますですが背骨を曲げると全然太ももが伸びなくなってエクササイズの意味がなくなってしまいますそのため必ず背筋を伸ばしたままその状態を維持しながらできる範囲 で体全体を地面に近づけていくということを意識されると良いでしょうそれでは次3つ目に紹介したい1日2分でできる神レベルに体が軽くなるリンパ流しエクササイズはリンパ流しでございますさて 以上2つの股関節エクササイズによってリンパがほぐれたら最後に優しくマッサージをすることによって実際にリンパ液を流していきましょうこちらの図を参考に足首から太ももの付け根にかけて足全体を両手で包み込むようにリンパを流していきます この時、ゆっくりと息を吐きながら、リンパが実際に流れているのをイメージすることが重要です。足首のリンパ節から、股関節の阻径リンパ節にかけて、ドロドロのリンパ液が、ゆっくりと押し出されるイメージでございます。これをね、両足やれば、下半身に溜まったリンパが流れて、翌朝、ものすごくスッキリしていることでしょう。歩く足が軽すぎて、びっくりされる方も多いかもしれません。 効果が実感できた方はぜひコメント欄に共有してみてほしいと思います。それではこの辺で二元の内容をまとめておきます。二元まとめ。この二元で紹介した1日2分でできる神レベルに体が軽くなるリンパ流しエクササイズは次の3つでした。1、内股潰し。 二、太もも伸ばし三、リンパ流しちなみに本日紹介したエクササイズを実践するとその数日後に一時的に体調が悪くなってしまうということがありますですがそれはリンパが正常に流れ出した証拠でございますので焦らないでほしいです皆さんのリンパ感は今までヘドロのように詰まりまくっていたんですそれをエクササイズによって急に押し出 と溜まっていたヘドロが一気に血液中に押し出されてしまいますよねリンパエクササイズを初めて実践するとこのように一時的に血液が汚染されてしまうので体調が悪くなってしまうわけですこのような反応は好転反応といって体が良くなる際に一時的に起きる正常な反応ですそのため少し体調が悪くなったぐらいで諦めずぜひこの動画を何度も繰り返し見て そのまま続けてみてほしいです。むしろ少し体調が悪くなったということは、リンパがしっかり流れている証拠です。一度溜まったヘドロをすべて流してしまえば、体がすっきりとして一気に軽くなるはずです。それでは次3件で、死ぬまで認知症にならず歩きたいなら、何が何でもこれを飲んで、リンパの汚れをガンガン流せということを解説していきたいと思います。さて、 この動画の最後となる3言では、リンパの詰まりが取れ、老廃物がガンガン流れる、神レベルの飲み物について合計3つご紹介したいと思います。2言でお伝えしたエクササイズとともに、これらの飲み物を飲んでいただければ、さらに効果が高まるはずです。それではまず1つ目に紹介したいのは、左右でございます。さて、 この世界にはありとあらゆる病気に効く最高の薬があります。しかも日本ではその薬が無料でいくらでも飲めてしまいます。その神の薬とは鮭でございます。鮭とは他でもなく軽く温めた水のこと。そもそも水というのはありとあらゆる病気に効く奇跡の飲み物であると言えます。その水を温めて飲むだけで 滞ったリンパ液がどんどん流れて健康になれてしまいます一元で説明した通り私たち現代人のリンパが滞ってしまうのは主に油物や添加物の摂取水不足 運動不足が原因です。このうち運動不足については先ほど二元で紹介したエクササイズを毎日実践していただければ解決できます。一方で、白油を飲むことで水不足が解決するだけでなく油物や添加物による不純物の問題もある程度緩和できてしまいます。水を飲めば水不足が解消するというのはあまりにも当たり前すぎてわざわざ説明するまでもないでしょう。私たちの リンパ液は下水のようなヘドロなわけですからそこにたっぷりの水を送り込んであげることでリンパ液が薄まって流れが良くなりますまたリンパ液は油汚れがいっぱいだというのもポイントですお皿洗いを思い出して欲しいんですが油汚れでギトギトの食器を冷たい水で洗っても全然汚れは落ちませんよねですが温かいお湯で流すことである程度油汚れが落ちてくれ ますこれは他でもなく、お湯の温度によって油が溶けて流れるためです。だからこそ水は温めて、砂湯として飲むのがおすすめなわけです。砂湯を飲めば。 温かいお湯がリンパ管に流れ込むわけですから食器洗いと同じでリンパ管内の油汚れがこっそり取れてくれますおまけに左湯の温度によって深部体温が上がりますので代謝がアップしてどんどん脂肪燃焼が促されるんですリンパが詰まると代謝が落ちて太りやすくなってしまうんでしたよね水を温めるだけで無料で飲めてしまう際はリンパの改善から脂肪燃焼に至るまであらゆる 病気を治ししてくれるるの薬と言えるでしょう特に、2元で紹介したエクササイズの前後に、一杯ずつ左右を飲むことで、エクササイズの効果が倍増しますので、ぜひぜひ取り入れてみてほしいと思います。それでは次、二つ目に紹介したい、リンパの詰まりが取れて、老廃物がガンガン流れる神レベルの飲み物は、生姜湯であります。さて、基本的には、リンパを流すためには、左右さえ飲んでおけば、 はほとんど問題はありませんですがそんな左右に少量の生姜を加えて生姜油にすることで左右が持っているパワーをさらにブーストすることができちゃいます一元で詳しく述べませんでしたがリンパ液には老廃物を除去するフィルターとしての役割以外に免疫を司るという重要な役割がありました風邪をひいてリンパ節がぷっくりと腫れるのはリンパ節の中の免疫細胞 たちが必死にウイルスと戦っている何よりの証拠なんですそんなリンパ液の免疫機能をアップするという点において生姜油というのは抜群の効果を発揮してくれます。実は生の生姜をお湯に入れると生姜が持つジンゲロールという物質が生姜オールという成分に変化することが知られているんです。そしてこの生姜オールは発汗を促し 体を内側から温めてくれる働きがございます。砂湯というのは単に物理的な熱によって体を温めますが、生姜オールによる発熱はより科学的な反応です。そのため、生姜湯を飲むことで物理と科学の両方の力によって体をガンガン温めてくれます。リンパ内に存在する免疫細胞たちはある程度体温が高い時に最も活性化するようになっています。風邪をひいた時 熱を冷ましてはいけないのはこのためなんです風邪をひいた時の熱というのは体が免疫細胞を応援するための現象であり熱冷ましを飲むとそのような応援がストップしてしまいます とはいえ、熱を出すと辛いですし、眠れなくなって余計に免疫力が落ちてしまうこともありますよね。そのため日頃から障害を飲むことで体温をやや高めに維持し、熱が出ない程度に免疫細胞を活性化させてあげるのがいいんです。ぜひ障害を飲んで老廃物の除去だけでなく、免疫というリンパの大切なもう一つの機能もアップしてあげてほしいです。それでは次ラスト三つ目に紹介したい。 リンンンパのの詰まりがが取れれ老廃物物ガンガン流れる神レベルの飲み物は蜂蜜ですさて、左右に生姜を加えた生姜湯のお次は、そこにさらに蜂蜜を加えた蜂蜜生姜湯をご紹介しておきましょう。なぜならば、蜂蜜もまた生姜湯と並んで、リンパにとって非常に良い効果をもたらしてくれるからです。一元でちらっと、腸は人体最大の免疫器官だと言いましたが、覚えていら いらっしゃいますか大腸がんのリンパ節転移という言葉がある通り腸にはたくさんのリンパ管やリンパ節が張り巡らされておりますこのような腸のリンパを専門用語で腸管リンパ系と言いますこの言葉はちょっと難しいですが非常に重要ですからぜひここで覚えていただきたいと思います腸管リンパ系は私たちが体の外から取り入れた不純物にとっての最初の石門になります あります私たちは毎日ご飯を食べますがその栄養はどこから吸収されているのでしょうかそれは他でもなく腸です腸は栄養や水分など私たちが食べたり飲んだりしたものからさまざまな物質を吸収しますですが腸は原始的で不器用な臓器ですからそのような吸収の過程で添加物や毒素といったあまり取り入れたくない物質まで丸ごと吸収してしまいますそこで 腸管リンパ系の出番です腸幹リンパ系はこういった腸から吸収されてしまった不純物を捉えてそれを処理するという重要な役割があります。そして最近では このような腸管リンパ系が腸内に住む善玉菌と非常に密接な関係があることが分かってきたんです。そのため腸内細菌を元気にすることはそのまま腸管リンパ系を活性化することにつながります。そこで蜂蜜の出番です。蜂蜜には善玉菌の餌になるオリゴ糖がたっぷり含まれています。 おまけに蜂蜜には腸管免疫をアップする効果もあるので蜂蜜をひと舐めするだけで腸管リンパ系がぐんぐん活性化していくんですこのようなことから生姜湯に蜂蜜を加えた蜂蜜生姜湯はまさに免疫の王様であると言えるでしょう風邪を引きやすい季節などにはぜひ積極的に飲むようにしてほしいと思いますそれでは この辺で3弦の内容をまとめておきましょう。3弦まとめ。この3弦で紹介した、リンパの詰まりが取れて、老廃物がガンガン流れる、神レベルの飲み物は次の3つでした。1、左右。2、生姜湯。3、蜂蜜。 本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンンとチャンネル登録どうぞよろししくお願いしま,すまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました